マレーシアの国章は1948年にマラヤ連邦のために制定された国章を元にしている。この国章は縦縦を支える2頭の虎、縦の上にある黄色い三日月と14個の頂点のある星、下のバナーの各部分に分かれ、それぞれにマレーシアを構成する諸州を表すなどの意味がある。イギリス統治下で定められた。 植民地の紋章が元となっているため、西洋の紋章学的記述による部分が多い。マレーシアの国章は、後ろ足で立ち上がるとら2頭に支えられた盾となっている。盾の頂上には、黄色い三日月と星からなるクレストが乗っており、盾の下には、国家の標語を書いたバナーが広がる。三日月及び14個の頂点のある星からなる黄色い、 クレストは、マレーシアの君主制を意味する。三日月はさらに国家の主要な宗教であるイスラム教を示し、フェデラルスターは、マレーシアの連邦を構成する13州と、連邦直轄の首都クアラルンプールを意味する。14個の頂点のある星は、もともと、シンガポール州も含むマレーの14州を表していた。シンガポールがマレーシアから分離した後も星の形状は、 変わらず、13州に加えて、連邦直轄地を含むことに意味付けが変わっている。マレーシアの国章の縦部分縦の図柄は、マレーシアの連邦を構成する諸州を象徴しており、以下のように分かれている。残る部分は、その他4州を呼び、マレーシア国家を意味する。2頭の虎が後ろ足で立ち上がり縦を支えているが、虎は、 伝統的にマレーを象徴する生き物である。イギリス領マラヤのマレー連合州が成立する前からシンボルとして使われ、マラヤ連邦発足後も国章などに用いられた。虎は力と勇気を象徴する。国章のうちのモットーは縦の下に置かれたバナーにラテン文字とジャウィ文字によるマレー語で統一は力と書かれている。当初は 英語でも書かれていたが、独立後しばらくして、ジャウイ文字表記のマレー語に置換された。マレー連合州の紋章マレーシアの国章の起源は、イギリスによる植民地支配で、マレー連合州が形成された時期に遡る。1895年、マレー連合州の旗の制定と同時に、紋章も制定され、太平洋戦争での日本軍の占領を挟んで1948年の、 マラヤ連邦成立までの間使用された。この紋章も、現行のマレーシア国章同様、盾と二頭の虎をあしらっていたが、クレストの部分に、現在の、連邦の星ではなく、大英帝国の交換を用いて、英国の王権下にあることを示していた。また盾のデザインは、マレー連合衆が、拭りすんびランパハン、ペラ。 スランゴールの4カ国だけでしか構成されていなかったので、縦を縦横の線で4分割し、各国の旗の色に使われる4色で塗り分けていた。下のモットー部分は、ジャオイ文字で、ジプリバーラーラーと書かれ、両脇に頂点8つの星が配されていた。1946年にマラヤ連合が成立し、マレー連合州の4州に比連合州5州と、 海峡植民地に州が加わることとなったが国省に変更はなく1948年の連合解体までの間使われた。マラヤ連邦の紋章1948年にマラヤ連邦が成立すると国省も変更された。連邦の11州を縦の上に表すため、それまでのマレー連合州の4州を表す赤白黒木に加え上と左右に 新たな区分けを行い、クレスト部分も交換に変えて11個の頂点のある、連邦の星と黄色い三日月に変更した。モットーも、英語と、ジャウィン文字で、ユニティーズ・ストレングスと書くよう改められた。縦の上の新たな区分け部分には、非連合集を表す5本のクリスを髪型に、左と右に、海峡植民地のペナンとマラッカの紋章をあしらった。ペナンの紋章は、 プリンス・オブ・エールズの紋章のもとに、城壁上部の模様があり、葉が描かれていた。マラッカの紋章は、ポルトガル人の要塞ファモサの紋をあしらったものだった。シンガポール独立以前のマレーシアの紋章1963年の、マレーシア成立でシンガポール、北、ボルネオ、サラワク植民地が合流すると国章にも変更が加えられた。星の頂上が14になったほか、 マレー連合集の四集を表す赤白黒木の部分はそれまでの分割方法では収まらなくなり、並べ方が変えられ、縦も横へ広がり、虎の立ち位置などにも変更があった。国語をマレー語にしたため、モットーの中の英語部分も置き換えられた。新たに加わった三集の文章は、縦の最下部に三つ並んで置かれたが、1965年に、 シンガポールが脱退したため、縦の下中央にあったシンガポールを表す三日月と、星5つの図柄は1973年に、マレーシアの国家であるハイビスカスに置き換えられた。マラッカ、ペナン、サラワクの紋章のうち、植民地の名残を残す部分も、現行の図柄に置き換えられている。ミレジアンフラッグコート・オブ・アームス。ザ。 マレーシアガバメント S オフィシャルポータル2008年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年8月6日閲覧 ABC アンガマクドナルドコートオブアームス CRW フラッグス2008年8月6日閲覧ありがとうございます